お笑いコンビ、プラス、マイナス、の岩橋義正、4号、が再び、X で、爆弾投稿、を綴った、X 上で制作会社社長によるパワハラや、俳優からエアガンで撃たれたなどの被害を告発している岩橋。2月15日には日常にまつわる投稿をしている最中に突然、こう心情を吐露していた。挨拶して無視する先輩、芸人辞めたらええねん。すると、挨拶もできん奴は人にあらず、挨拶はコミュニケーションの基本でしょ。芸人と言わず、社会人失格です。と共感する声が上がり、中には、名前出したって、誰かとても気になる、と挨拶を無視した芸人の正体を知りたがる声も相次いでいた。東スポ WEB によると岩橋はその日にライブ配信した TIK ライブで、この件について先輩芸人の矢野、平等から相手から挨拶が返ってこなくても挨拶すればそれでいいと諭されたと明かしたという。また記事内では平等大樹、郷さんが諭したとなっているが、後日岩橋は X で、いやいや俺に挨拶のことを教えてくれたのは矢野さんやからちゃんと確認せえよと東スポの記事を訂正しながら、声をかけてくれたのは矢野克也、郷さんだと強調した。そんな中2月21日、岩橋は、吉本と話してきた。SNS も一切禁止だって。他人の TIKTOK ライブにコメントするのもダメだって。けど今こうやって約束破って投稿してる。ってことは俺が吉本を芸人を辞めるってこと、と投稿し、プラスマイナスも解散です。どうか剣光を応援してあげてください。とコンビの解散を宣言。そして翌日、またもや突然 X にこう綴った。あ、あと俺が挨拶無視されたんはロザン宇治原とガロップリンナ。挨拶を無視したのは、ロザンの宇治原氏分回し、47、とガロップの林健、4号、だという岩橋。意外な名前に対し、予想してた人と違う、生々しい W 意外な名前が出てきた。意外な二人 WWW、といった驚きのリプライが寄せられることに。ただし、二人が本当に無視をしたのかや意図的なものだったのかなど、事実は定かではない。また、暴露を続ける岩橋に対して、これもう路線変更してお笑い芸人バンガーシーでやってけるかもしれませんね。との声も、これからも岩橋は、爆弾を投下し続けるのだろうか。ネットの声、わざと無視する人もいるだろうけど、聞こえなかったとか、自分に言われてるとは思わなかったとか、気づかなかったということはまあまあある。その時は傷つくけど、まあ仕方ないと思うしかない。岩橋さんはそれが気になって仕方がないし、傷ついたことを忘れられないから、こうやって暴露してるんでしょうね。でも本当に精神状態が心配なので、SNS から離れて、先生に見てもらった方がいいです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。